決勝第2試合、北海道代表浦野中対静岡代表南葛中の試合。果たして明日先に決勝進出を決めた東邦と戦うのはどちらのチームか。浦野はみんな知っての通り粘り強いサッカーをするチームだ。チームワークの高さは出場校の中でもトップクラスだ。キャプテンの松山、彼一人を抑えて勝てるほど甘くはないぞ。松山君。翼、治療したとはいえお前は本調子じゃないことを忘れるな。はい、分かってます。よし、あと2つ、全力で勝ち取ってこい。はい。大声援の中、両チームイレブンが入場してきました。おっと、浦野は全員鉢巻きを締めての入場です。それだけこの一戦にかける、打倒南葛にかける意気込みがあるということでしょう。怪我をしているとはいえ容赦はしないぞ翼。あと二つ、必ず勝つ。俺は日本で負けるわけにはいかないんだ。この試合、両キャプテン同士が背番号10でミッドフィルダーという取り合わせ。まずは中盤をどっちが抑えるか、これが勝負のキーポイントとなるでしょう。翼、浦野のサッカーの集大成、打倒南葛は今日果たさせてもらうぞ。松山君、俺は負けないよ。南葛中のキックオフ、試合開始です。翼君、よし、これが本物だ。あっと、松山君すぐ反転、素早くもう一度タックルだ。さすが松山君。松山君、シュッ、バン、よし。長野君、ラッキンだ。うまく味方に渡るか。よし、浦野のフリーキックになります。松田君、それ、ここはパスで様子を見るか。伊沢君、よし、ボールを奪った。他の選手に任せます。いけ、翼君、よし、ドリブルで運びます。伊沢君、
入った。これはドライブシュートか。打たせるか。松山くん執念のブロック。ボールは宙に舞った。さすが松山くん。でも松山くんはジャンプできる体勢じゃない。ボールが落ちてくるのを待っていてはダメだ。この高い位置でのシュート、オーバーヘッドキックだ。久々に出た翼くんの18番オーバーヘッドキック。これは松山くんもブロックに行けない。行け。何、しまった。決まった。ボール隅にしっかりコントロールできている。絶妙。翼くんのロングオーバーヘッドだ。ラム中のキックオフ。Yes!
山君、任せろ。圧を回します。高杉君、よし、ボールを奪った。パスを渡す。ここはここで様子を見るか。翼、翼君、よし、ドリブルで運びます。